君はあんまり写真とか撮らないタイプ？そうですね、多分なんかもう一回来たいからじゃないですかね。おーおーおー、またあの景色を見たいっていう。なるほどね。うん、綺麗。昨日と違うよ、今日ピンクだね。違う。なんかあそこポコポコポコっていっぱいなんか赤ちゃんがいるよ。龍の赤ちゃんじゃない、ほら。ちょっと見づらいかもしれないけど、直接見るとすごいグラデーションになってるよね、徳利くん。ここは毎朝来てヨガやるポイントだね。うわー、綺麗。もう一瞬だからね、あのこの時間ってさ、うん、そしてもうちょっと光が強くなるとモッチョム様が赤く染まる。今日はモッチョムじゃなくてアイコタケだよ。今日も快晴だね。素晴らしいね。ポケットに手突っ込んでやってるし。寒い。明日もっと防寒対策を。明日雨ですか？Thank you.
さっきまでガスガスだったけど晴れてきたよ。ご褒美だね。わ、真っ青じゃん。すごい。アイコだけさ、最高だね。これはトレーニングにめっちゃいい山だよ。標高差1200メートル。うん。アスレチックもあるし、岩場もかなりスリリングだし。この山が人気出ないっていうのが分かんないな。つかみんなそんなに長い時間、あれ永田岳とか宮之浦とかが見えてきてる感じじゃない、あれ。ほら、あそこ呼んでるね。行こう。こうやってね、山に登るんだよ。なんかこうやって見ると向こうの山見えんじゃん。あ、呼んでるねって。でもこれで見たら、あー、絶対あれ宮之浦だよ。で、あの右のボコボコが永田かな。明日晴れてたら登ります。大丈夫この女の人って感じでね。あ、完璧に。そう、これさ、神がかってない。さっきまでさ、めっちゃガスってガスってすごくって、山頂に来て、で今祠にお水やって、ああ、ね、手合わせたらいきなり晴れてきた。あーね、登るよね、あそこ絶対登るよね、あれね。だ、みんなあそこばっか登って。これが宮之浦だけですか。そう、なるほどな。うん、絶対登る。だって呼んでるじゃん。うん、確かに、うん、確かに呼んでるよね。私には分かるよ。ラク君、ものすごいラッキーな人だね。完璧にひげと目と、ああ、湧いて出てる。顔だよ。宮の浦と永田と来ましてですね、さっきはガスガスだったんですが、飛行場が見えるかな。よいしょよいしょよいしょ。あそこが飛行場です。やっぱ山いいね。まだ若いから、今から山始めたら、うん、
ほんといろんなとこ登れる。この山登りたいと思います。思う？やった、うん、一人若者ゲット。いや比べるとやっぱり永田岳より宮之浦の方が高いね。1977。これ私たちの頭上にこんなでっかい雲が広がって、無理だ。ちょっとこれちょっともう超神がかってるよね。海これこの感動をどう伝えていいか私は分かりませんけど。なんかどんどんこの巨大な雲、竜の雲が、うわ、あの私たちの頭の周りを うろうろしてるって感じだよね。アイコだけ、はい、そのバッグは何でしょうか。ちょうど今度登ろうとするところ。アイコだけマニアックだね。こんなさ宮之浦とか永田とかあるのにその前に、はい、アイコだけそしてあまたなんか面白い雲だよ。こう筋状になってでですね、なんか巨大な竜雲が現れて東から現れてぐるっと私たちの頭上を一周して一周したんですよ。でメッセージは何だった？鎌倉に行けって、ね、東に行けって平久くんのお家は小田原、北海道から小田原に最近引っ越して、で私たちここに今ここで屋久島で知り合ってで今度再会するのは鎌倉だっていう、はい、なんだかすごい不思議なご縁をいただきました。ありがとね。さて役場に行きますか。はい、役場に行きます。戻りますか。はい、降りましょう。はい、あ、そうだ、
ね、持ち方が、ちょっと待って。もういいや、そこまで来たら。もう一回教える。そうだね。そう、その溝のさ、ところに、そうそう、つま先を突っ込んで、うん、そう、ロープがこっちで固定されるから振られちゃうんで、うん、よし、わお、いやー